の2番手を務めさせていただきますあのシングル専門のファイナンシャルプランナーをしております金子優子と申します。お金の申し子の金子と呼んでいただきたいと思います。私のパート、一人で生きると決めた人のマネープランということですけれども、まあ、お一人様に関わらずですね、マネープランというのは基本は大体同じでございます。本日のポイントです。本日のポイント、まあ、できれば皆様方にですね、一人一人やっていただきたいということをまとめました。まず現状を把握していただきたい。お金の現状、意外とですね、貯金いくらありますかとか聞いたとき、それから保険どういうものに入ってますか、それはどういうときにお金が出るんですか。なかなかですね、きちんと正確に把握していらっしゃる方は少ないんですね。現状を把握していただきたい。それから次に、いざというときの資金を確保しましょう。何かいざというときがあって、次の日からもう生活が成り立たないというのではちょっと困りますので、まあ、生活の防波堤として、いざという時の資金を確保してください。そして、まあ、今後どういうお金がかかるのか、必要額をまず見積もってください。と見積もって用意するということが必要になるかと思います。で、見積もってですね、もし足りない場合はどうするのかなと、まあ、そういったようなお話にしてまいりたいと思います。まず現状を把握するということですね。はい、自分の現在位置を知ってください。まあ、唐突な例ですけれども、例えば飛行機に乗っていて砂漠の真ん中に磁着してしまった。地図はあります。だから方位磁石も持っています。でも自分自身の位置が分からなければ、どっちに行っていいか分かりませんよね。でお金もですね、まあ、本当は同じなんです。自分がどのくらいの資産を持っているか、借金がどのくらいあるか、そういったものを把握していかない、おかないとですね、まあ、どういうふうに行動していいかわからないということです。で、何を把握すればいいかと言いますとですね、まあ、まず毎月の収入と支出ですね。給料はいくらぐらい入っているのか、そしていくら支出をしているのか、それが赤字なのか黒字なのか、赤字であったらどこから補填しているのか、黒字であればその余ったお金はどこに行っているのか、いわゆるキャッシュフローを把握してください。それから、まあ、資産、財産ですね。貯金、貯蓄はいくらぐらいあるのか、金融商品どういうものを持っているのか、まあ、不動産あれば不動産、それからその他、ね、車ですとか、あと、まあ、人によってはゴルフ会員権とか、そういうものをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。それから、まあ、負債ですね、借金、ローン、まあ、住宅ローンもそうですけれども、クレジットカードもあれ借金ですから、そういったものを毎月毎月きちんと把握しておく必要があるということです。それから保険ですね。一体自分はどういう保険に入っているのか、でその保険はどういった時にお金が出て、こういう場合はお金が出ないのか、それはちょうどいいのかどうかということも、意外と保険に関しては本当にわからないという方が多いですね。で、下に書いておきました。簡単なものでも結構ですのでですね、収支計算書、いわゆる会社で言いますと損益計算書ですね、および貸借対照表バランスシート、これ作ってみてください。まあ、損益計算書とか貸借対照表という言葉を出しますとですね、もうとても無理無理という感じになりますけれども、皆さんはもうお一人お一人がですね、自分の人生の経営者ということになりますので、ぜひですね、把握していただきたいと思います。で、いろいろネットを見ますとですね、いろんなこの収支計算表、貸借対照表、自宅用のですね、フォームいろいろ転がってます。で、この下にちょっとURL を書いておきましたけれども、日本 FP 協会の方でもですね、年間収支表、家計のバランスシートというフォームを用意してございますので、ちょっと覗いてみていただければなというふうに思います。で、次ですね、まず現状を把握して、その後やっていただきたいのはですね、いざという時の資金を確保してくださいということです。意外とですね、もう明日会社辞めたら、その次の日から生活が成り立たない。
というのではちょっと困りますのでですね、大体いくらぐらい用意すればいいのかということですけれども、私がお勧めしているのは生活費のですね、年齢によっても変わりますけれども、約半年分から1年分ぐらいあればいいかなと。15万円生活費にかかっているということであれば90万円。20万円なら大体120万円ぐらい用意しておいてください。でこれはすぐ取り出せる、普通預金ですが定期預金といったものに入れておくのがいいかと思います。何かあった時の生活の防波堤としてですね、やっぱりちょっと固まったお金があるとそれが安心感につながりますので、ぜひ貯めておいていただきたいと思います。はい、その後で考えるのが、じゃあ今後のお金いついくらかかるのかなということです。お金の不安解消に必要なのはこの言葉です。いついくら、お金が必要な時期と金額をはっきりさせておくということです。お金というのはですね、すごくたくさんある必要はないんです。今ここでたくさん持っている必要はないんです。お金というのは必要な時に必要なだけあればいいんです。ですから何か必要な時がある、それに向けて準備しておく、それが必要ですね。いろんなライフイベントあると思います。お家を買いたい、リフォームしたい、それから引っ越すんだとか、いろいろそういったものに対してですね、いついくら考えて準備をしておくということが必要です。そして、早死にしない限り出てくるのは老後資金です。老後資金。こちらも皆さん非常に不安ですね。お一人様に限らず非常に不安に思う方が多いです。で、これ言っておきたいのはですね、必要なお金というのは、生活によって変わります。一説によりますと、老後1億円かかりますよとか、何千万円もかかりますよと、もうちょっとそれを耳にするとですね、非常に不安になってしまいますけれども、それもその方の生活スタイルによって全く違っちゃいます。もう月に50万ぐらいなきゃとても足りないという方もいらっしゃいますし、15万とかあれば十分じゃないのという方もいらっしゃいます。ですから自分の、じゃあ自分はどのくらい必要なのかなということを概算で見積もっていただく、なんとなくいくらぐらいかなっていうのは分かっていればですね、その漠然とした不安というのがですね、多少軽減されるかなと思います。で、老後資金のですね、出し方、いろいろ計算式ありますけれども、私が使っているのはこちらです。財産必要額の出し方、1ヶ月の必要額かける12ヶ月、これ1年分ですね、かける25年。この25年というのはだいたい65歳から仮に90歳までです。で、自分はもう90歳よりも100超えて生きるわという方はこの25年を足していただければいいですし、もうちょっと自分は早死にしたい、したいかなっていうのは分かりませんけれども、したくてちょっと減らしていただく。で、プラスアルファというのはその予備費ですね、医療費ですとか、あと楽しみのお金とか、そういったものを入れていただければと思います。はい、で、じゃあ具体的にどういうふうに計算するのかちょっと見ていきましょう。例えば A 子さんの場合、 A 子さんアラフォーでキャリアウーマン、ずっと学校を出てから働いています。A 子さんですね、一月だいたい21万円家賃含めて使ってます。かける12ヶ月で65歳から25年ということなので、老後自分がいくらぐらいお金使うかわからないので、一応今 の現役時代 の金額で出してもらいます。で、これだけでですね、基本の生活費6300万円になります。25年間です。で、プラス A 子さん海外旅行が趣味ですので、年に1回ぐらいちょっとリッチな海外旅行行きたいわ、30万円です。74歳ぐらいまで、後期高齢の手前まで、ね、年に1回ぐらい行きたい。それから、2年に1回、賃貸住宅に住んでますので、家賃の更新料、1月分7万円ぐらいかかるかなと。これで合計しますとですね、
A 子さんの概算必要額いくらですか、約6684万円になります。まあ6700万ぐらいですかね。この数金額出ますとですね、まあ、会場非常に暗淡とした雰囲気になってしまうんですけども、まあ、これを丸ごと用意するしろというわけではありません。先ほど諸石先生がおっしゃいましたけども、公的年金というものがございます。で、A 子さん65歳からの厚生年金受給額、これ、年金定期便で見ますとですね、だいたい141万4000円ぐらいもらえます。月額に直しますと11万7800円ぐらいです。で、この部分をですね、25年間もらえるとして、そこから概算必要額の6684万円引きますとですね、だいたい3149万円、だいたい憶測分がですね、 A 子さんの場合3000万円、3000万円は自分で用意してくださいということになろうかと思います。ただ、まあ、A 子さん海外旅行行ったりですね、いろいろしてますので、ここからじゃあどういうふうに海外分をやっていくのかなというお話になりますけれども、ありない場合どうするかということですけれども、結局のところ方法は3つしかありません。1番目何でしょうか、まあ、節約という話がつくかと思いますけど、まず節約よりも前に収入を増やすということを考えていただきたいと思います。はい、意識を変えていただくですね、お給料を今もらっていると思いますけれども、お給料をもらうから稼ぐという感じで、ちょっと変えていただきたい、ビジネス感覚を磨いてもらいたいと思います。まずお給料をもらっている方はお給料上げてもらうということが一つです。日本人は本当にそのお金を下がらないんですが、例えば契約社員ですとか派遣の方だったら、契約更新のたびにどうでしょうかね、私も派遣で行くと行くとき働いてたんですけども、契約更新のたびに今回ちょっと上がりませんかねみたいな、なんとなくいやらしくなくですね、軽く明るく言ってみるみたいなですね。あとですね、収入の流れを複数作るということが必要です。で、まあ皆さん大抵お給料1本とか自営業でしたら事業収入1本だと思いますけれども、本当にチャリンチャリンちょろちょろでいいんですね。もう老後やっぱり 2万円3万円あるだけでだいぶ違いますから、まあ、今本当スマホ1個あればネット副業できますし、まあ土日ね、カメラマンのアルバイトしたりいろいろやってる方いらっしゃいます。もう本当にネットオークションですとか、まあ、アフィリエイトです。あとお家があれば、そのお家ちょっと空いたお部屋を不動産賃貸、いわゆる民泊に貸してみるとかね、そういったこともいろいろ考えてみることが必要。どうやったらお金が入るか。で、あと、まあ、不動産あるから、まあ、リバース、老後になった時にリバースモーゲージですとか、最近ハウスリースバックというものもございますので、そういったものも検討する。まあ、選択肢は、まあ、考えればいろいろあるということです。それから、まあ、本当に困ってしまったらもう国からもらう、まあ、生活保護とかいうのも、まあ、皆さん日本国民ですからそういった選択肢もきちんと持っているはずなんですね。で、その次に支出を減らす、ね、当たり前ですね。まあ、節約ですね。まず固定費を見直してくださいということですね。固定費が大きいです。保険料ですとか、細かいことを言いますと、まあ、電気のアンペアを変えるとかね、まあ、格安スマホにするっていうのもいいですね。あと税金ですね。やっぱり脱税しろとは言いませんけれども、節税が必要です。結構医療費たくさん払ったのに面倒くさいから確定申告に行かないとか、寄付金払ってるのに確定申告しないという方多いんですけれども、やっぱり確定申告って税金感覚が磨かれますので、ちょっとやってみても面白いんじゃないかな。あとふるさと納税ね、最近多いと思います。まあ、小さな支出に注意しながら支出を減らしていく。
そうですね、生活レベルを落とすっていうのはとても辛いことなんですね。だから一回上げちゃうと下ろすの下げるのは辛い。例えば私はアイスクリームといえばハーゲンダッツをいつも食べてました。最近はハーゲンダッツを食べました。スーパーカップで作ってます。資産運用の改善と、まあ、お金に働いてもらうということでございます。これなかなかですね、もう投資なんてとてもとてもという方が多いんですけれども、ね、まずですね、借金は返す、それも大事な資産運用でございます。それから、まあ、とりあえずですね、少しでも金利のいい定期預金を探してみると、あとはもう最近流行りの諸星先生もおっしゃってましたけれども、確定拠出年金、イデコですね、そういったものを初めに運用に投資にちょっと足を踏み入れてみるということです。アンテナを立てておくということがまず必要になろうかなと思います。この3つの組み合わせで足りない分ということです。本当当たり前のことなんですけれども、これしかないんですね。わざと宝くじを当てるということです。はい、ではまとめに入ります。お金の不安、誰しも持っています。お金ない人もそうですし、意外とある人もですね、亡くなったらどうしようという不安を持っているものです。で、不安、漠然とした不安にしておくとですね、そのまま不安のままですので、じゃ自分は何が不安なのかということを考えていただいて、そしてその不安の正体を見極めてですね、じゃあどうすればいいのかということで、不安を課題に変えていくということですね。そして具体的に行動する、不安の処方箋は具体的な行動であるということでございますので、これを行動してみていただき、それから自分の経済状況をきちんと把握して、皆様お家の冷蔵庫の中身パッと思い浮かべてください。何がこのくらい、いつ買ったものが入っているか、冷凍庫もあるようですけど、ちゃんと把握できてますよね。それが把握できてないと、スーパーに行って余計なものを買ったりとか、買わなきゃいけないものを買わなかったりあると思います。お金も同じです、ね、把握できてないと余計なところでお金を使ったり、必要なところに使えないということがございます。ですから自分の経済状況をきちんと把握してください。お金というものはですね、実は人間関係とか、あと他のそういうものと比べてですね、本当はコントロールしやすいはずなので、自分の意思でコントロールできるはずなので、まずは自分の経済状況をきちんと把握、お金の基本は整理整頓でございます。お金の基本は整理整頓、大事なことなので2回言いました。それからいざという時の資金確保、半年分ですね、でいつ、いくら、これ予想しておくということです。あと収入を増やして支出を減らすためのアンテナを立てておく、ともかくも情報命でございます。そしてお一人様シングル生活に必要なのは、私はこれだと思います。まずお金、多少ないと困ります。それから人脈ですね、情報です。でこれ3つ全部揃っていれば理想的ですけれども、お金が多少少なくてもですね、あと人脈と情報さえあればなんとかなっていくんじゃないかと思います。で自分はお一人様でなんか人付き合い好き、あんまり好きじゃないわという方は、その分お金に頑張っていただいて情報を得ていく。お金があってもそれを使えるサービスとかがわからないと、全然お金あっても持ち腐れになってしまいますので、この3つですね、今からですね、意識して
ネットワークを増やし、お金を貯めて情報が入るようにし、アンテナを立てておく、これが必要かなというふうに思います。ということで、私の担当の事業にこんなものですね。はい、どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。耳が痛い話私もハーゲンダッツだけガリガリ君に変えたちょっとあれはかなりね、硬いので歯にハムちゃんと大事にしておかなきゃいけないなと思いますけども、はい、続いて